ナスディの大冒険 YouTube 版、無人島で2泊3日0円生活。無人島生活3日目、取れたのは全長150センチメートル、およそ60キロの小型のサメ。もっと大きなサメも狙いつつ、まずは後々調理しやすいように1時間半かけ丁寧に解体。ご覧の6個のブロックに切り分けた。さあここからナス D たった一人で取ったサメを丸ごと1匹全て美味しくきっちり骨まで食べきる。サメの歯型完成です。果たして何日かかるのか。そして骨まで一人で美味しく食べきった時、一体何を見るのか。これもうサメ生活今回やってみて、はい、どうでしたか。もう限界っすどぎつい修羅の門はこの時開いた。崖の上のサメハウスで過ごすこと8日目。出た。ナス D は最後までこだわろうと作った巨大牛乳寒天を削り、ミルクザメ、ミルクザメにしよう。これ崩れたらもう一遍やりますか。宣言しよう。ついまだ終わってないですか。この後この生活最大の悲劇が襲う。残ってる黒ゴマ全部使います。一気に全部吸っちゃう。こんなもんが粗摺り、もうすぐなんだよ。粗摺りだったら粗摺りってのはほんのちょっとだけ吸ってるやつですね。半摺りぐらいですね。こんなもんでも並ぶ摺りもうすぐできます。3分から5分ぐらい吸ったら全摺りになります。全部のゴマが一応擦れてる状態、全摺り。こっからペーストが長いんですよ。やりましょう。サメっぽい色を出したいんですよ。黒ゴマで、黒ゴマがあったんで。通常のテレビ番組だったらこのぐらいだったらスタッフは変わってくれる。料理分だけしてこっちやりましょうか。うんうん、やります。何言ってんすか。もういいんですけど、料理分だけで料理分だけ作ってるんで料理分だけやってもらってあとはやりますんでって言われたらもういらないんですけどTBS のジャストで安住さんと一緒に番組を昔、芸能人の健康法っていうコーナーをやってたんです。ピンクレディの K さんがすごいゴマ大好きだっていうので、黒ゴマほんと大量にパンにベタッとトーストに塗ってペースト、これは売ってるやつ、それに砂糖をまぶして焼く。めちゃくちゃ美味しかったです。確かにそれ、味噌汁にも黒ゴマ入れるって言ってました。その何ヶ月後かにミーさんの健康法やったんです。その番組ミーさんの健康法サプリなんですよK さんは黒ゴマ、ミーさんはサプリなんです。健康法番組であったら松井和代さんの健康法もやったんです。当時松井和代さんの健康法掃除です。ただただ松井和代さんが家をすごい掃除してるのを撮りました。波悦子さんの健康法陶芸ですか。それを OK にしちゃったので、しかも健康について一切語らなかったんです。陶芸について熱く語っちゃった。放送するとき芸能人のマイブームその日で変えたんです。毎日芸能人が実践してる健康っていうので専門家が入ってきてそのゴマの効能とかを説明してくれると。情報番組で絶対専門家出てくるんですよ。2つあるんですよ理由は。情報として足りてない部分を足してもらうっていうのがまあ1つでも本当に本当の理由は責任を全部専門家に背負わせるってことなんですよ。あとはクレームとか問題があったら専門家が言ったんでっていうために聞いてるっていうのは結構あるんですよ。例えばこのゴマにこんな効果があるって言ってもらえますって専門家何人も聞いて、あ、いいっすよそれ言いますよとか言う人を仕込むんですよ。ジャストの健康法の時にもう何でも言うよっていう専門家だったんですよまあ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 そういう側面もあるよねっていう人なんです。もう何でも先生ラーメンとかって夜中食べたら太りますよね。そうだね。でもうまく使えばダイエットにもつながりますよね。まあそういう側面もあるねって。なんでもうそもそもでラーメンは健康の意味に変わっちゃうんですよ。こっちが言ってお願いしたら、よくあるのがこうわーってドリーしてきて、部屋カチャッとドリーしてきて、あどうもって言ってここに名前が入るってね、よくあるパターンじゃないですか。当然僕もあのパターン取ってたんですよ。その時京都やったんで先生に京都の傘も買ってたんです。紙の傘コンコン叩いてカチャッと開けてドリーしていったら先生が傘こう
室内ですね。研究して傘こう持ってて、こうやってここを見る。で、ここにガチャガチャって名前が入る。放送日当日を迎え、で、その V が流れてトントンって出てガーッと通りして、その先生がパッとこっち見たんですよ。カッと決めて、もう自分的には大爆笑だったんですけど、横にいたプロデューサーがもうこいつダメだなって頼む。すごいちっちゃい声、何やってんだよこいつ言ってることも意味わかんないし、ダメだなって。確かにでもなんかダメだったんですよ、ね、油も出てきたので。だいぶごま油と一緒だから、ごますりって言うじゃないですか。あれ辞典で調べたらなんて出てくると思うんですか。媚びへつらう様のことらしいです。語源は媚びへつらう様がごまを振ってる姿と似てるかららしいです。若いですねっていうのと同じ、似ているんで、媚びへつらう様のことをごまをすると言うんですね。で、この今の状態ぐらいが全ずり。こっからペーストにしていくんで時間がかかります。フードプロセッサーであればもうすぐできるんですけど、どうしてごますするかっていうと、そのまますらずに食べちゃうと体内に栄養素が摂取されないんです。だからすって食べると栄養素が摂取されると、体にすると油が出てくるんですね。こうやって潰した方が栄養素としてはセサミンが出てきて摂取しやすいんですよ。中国では不老長寿の薬って言われてるんです。効果としては赤返りとか言われてますよね。セサミンの効果で白髪に効くとか老化防止とかって言われてますよね。ごまって日本っぽいじゃないですか。日本で売ってるごまの 99.9% は輸入に頼ってるんですよ。茨城県とか千葉県とか沖縄で一部栽培されていますけど、基本的には海外の輸入品です。ごま3種類ありますよね。白ごま、黒ごま、金ごまって。金ごまはちょっと高級なごまですね。黒ごま使うとしつこい料理が味が締まるって言われてます。黒と白と金でそんなに栄養素は変わらないんです。どうですか今回のごま知識。撮影のスタッフがみんなもう飽きてきて、目も薄ろになってきたんで、ごまの豆知識を入れてごまをすりながら知識を披露しております。これ美味しいだろうな。まあサメのほら肌の色見てきた。ごまでサメ肌を作ってるんで、だいたい1時間ぐらいかかりました、ね、ペーストにするのに。でここでふと思いついちゃったんです。すごい素晴らしいこと。さっと横見たら白ごまも残ってた。やろう。深夜2時、いいでしょ、今度は白ごますり。こだわろう。一体いつ終わるのか。ナスのこだわりはえげつない。わあ、いい匂いする。黒の方が香ばしいんだな。白の方が野生のごまっぽい。美味しいもん作ろうと思うとかかるんで時間。仕方ないです。このタイミングでこんなクイズを。ごま油は白ごまからできているでしょうか。黒ごまからできているでしょうか。答えは白ごまなんです。白ごまの方が油分が多いんでペーストになるのが早いんです。2時間ぐらいかかってますから、パンパーンと編集で当然のこと問いますけど。何分ぐらいか。え、てかごま吸ってるの関係ないですからね。オンエア上は乗らないかもしれないですよ。さらにパプリカを切りながら深夜3時、現場スタッフが全く求めていないこんな話を。普通に料理うまい人が料理番組とかやるもんなのに、うまくもないの自分がやるときは努力で補わないと。センスとか才能がない人間は努力で補わないと。才能ないのに努力で補ったらそれは個性になりますから、いつかそいつしかできないものができることがある。スイーツ作ろうとしてたんで、今回ホットケーキの粉を持ってきたんで、フランスの伝統的家庭料理ケークサレ、食事系ケーキです。日本では馴染みないですよね、食事系ケーキ。ね、聞いたことない。ね、キッシュとかぐらいかな。キッシュとかパイとかで食事系ってありますけど、食事系のケーキってあんまないと思うんです。ケークサレ、ケークはケーキ、サレは塩って意味です。続いて玉ねぎ。玉ねぎもみじん切りにします。人参、上の方が甘いです。大根と一緒で下の方が辛いです。玉ねぎ、人参、パプリカをみじん切りにします。続きましてホットケーキミックス、ついに使います。これ使う時ピンチかなと思ってましたけど、比較的にホットケーキミックス使います。禁断の食材です、これ。無人島生活にて。ただまあもう期間終わってるんで、ホットケーキミックスは全部使います。全部入れます。ホットケーキミックス 150g に対して牛乳が 75cc。 これちょっとガーってします。飲みますから。うまい。うん、いいっすね。ナスを止める者は誰もいない。撮影スタッフからは失笑しか出ない中、とどめの3杯目。しかしナスと撮影スタッフは
延長料金という強い絆でつながっているのだ。牛乳 75cc、 みじん切りにしたパプリカと玉ねぎ、人参入れます。続いて卵。ケークサレってフランスの伝統的な家庭料理なんですけど、小麦粉に冷蔵庫に残ったものを入れたのが始まりなんで、ホットケーキミックスに卵、牛乳入れたら余りもいっぱい入れればいいんです。フランスでは砂糖入れないんですよ本当は。だからホットケーキミックスじゃなくて小麦粉でやるんですけど、ちょっと塩で味付けしましょう。調理を進める中、またもやこんな豆知識が。パンケーキっていうのとホットケーキの違い知ってますか？パンケーキっていうのはフライパンで焼くケーキのことの総称をパンケーキって言って、ホットケーキはそのパンケーキの中に属する甘いケーキのことです。料理はまだ終わらない。続いて頭から取れたサメの頬肉を切り分け、ホットケーキの中に入れます。生地はホットケーキの生地を作って、中身はおかず系。パンケーキとホットケーキのいいとこ取り、ケークサレじゃなくてシャークサレです。でホットケーキ焼くときは必ず濡れたタオル用意してください。というのもこのフライパンの温度が100度以上上がっちゃうと、生地を置いたときに中にこの挟まった空気がボカンってできて、プレーターみたいな穴が開いちゃうんですよ。だから綺麗に焼けてないホットケーキっていうのは基本的にはフライパンの温度が高すぎるんです。これもうすでに100度絶対超えてるんで、この雑巾で熱を取ります。こうしてフライパンの温度を100度ぐらいまで下げてます。水蒸気当たってるじゃないですか。で水って100度で蒸発するんで、ちょうど今このくらいでフライパンの表面の温度は100度になりました。ホットケーキ入れる一番いいベストな温度です。ちょっと火はもう相当弱火にして100度で焼きたいんだよ。サメ肉のホットケーキ、おかず系ケーキ、シャークサレ、若干のヤバさを感じている。でかいもん作っちゃったっていう。2キロぐらいあるもん、これ焼くのかかるのは分厚いから、なかなか終わらへんな。この調理はなかなか長い日になってるの今日。これはひっくり返せんと。ひっくり返してみっか、一回ダメモードでやろう。ちょっと強めに投げなきゃいけない。あーしょーもう一回ですか。よいしょー、ね、フライパン会社勇気。謎のハイテンションで完成。ふかふか。ちなみに追加食材の総重量は30キロを超えた。わあすごい、ふかふかの切り具合出るかな。こんな感じ。わあ美味しそう。ちょっとだけ食べていいですか。ちょっとだけ、これはさすがにちょっと一口だけいっとこう。これちょっと醤油とかでもいいぐらいな、パンケーキやな。出来たてのシャークサレを一口。お味は、食感はパンケーキなんですよ。食べる肉がすごい淡白だから、ケーキっていうよりもなんかすごい甘い上質なお好み焼きみたいな。と言われても、見た目はケーキなんですよ。入ってる肉はサメなんです。惣菜ケーキ、想像できない。魚の出汁も出てるな、うまみも。魚とパンケーキって合うかも。出汁が出てちょっと甘い生地に魚が、いや本当に笑い事じゃなくて、どうして笑ったのかな。いや聞いたことない。わあうまい、すごいの出ちゃった。100点出たかも今回の。1位かも、美味しいかも。よっぽど気に入ったのか、そのまますかさず残った生地でもう一枚。こちらは美味しそうでしょ、ね、ただのホットケーキ焼いてます。美味しそうな。このロケすごいな。全然サメも無人島も一切関係なくなってきている。無人島でやってるけどもう一切関係ないことやり始めている。無人島で料理をしているだけになります。その後もナスはやりたい放題だが、撮影スタッフは笑いながら見てるだけ。というのも延長料金という願ってもないボーナスがあるから、割り切ったお金の付き合いなのだ。カリッと焼いた方が美味しい気がする。これソースでもいいな。こうしてずっしりとしたパンケーキが大量に出来上がった。後で使いますね。ちょっと保存しておきます。まだデザート完成じゃないの。まったくこれで完成ってやばいでしょ。いよいよフカヒレ。まだ終わらないんすか。わーすごい。いよいよフカヒレが登場。一体何を作るのか。この日作ったサメ肉入りのおかず系ケーキ、ナス D 命名シャークサレ。美味しい調理法ランキングでは熟考を重ねた結果、そのシャークサレが10位に飛び込み波乱の展開。
展開に。5位濃口醤油のつけがまさかの圏外に転落。ただ上位4品は不動の強さを見せた。ここまでナスディが食べたのは全体のおよそ8割。最後までサメを美味しく食べたいと材料を追加購入して作った寒天、さらにサメのパンケーキは合計なんと32キロ。おいナス、どうなってんだ。それに加え頭から取れた皮、骨、さらにフカヒレがまだ残っている。サメ肉は減ったが合計食材は32キロも増えた。果たして全て食べきるのはあと何日かかるのか。そして総延長料金は一体いくらになるのか。サメの美味しい調理法ランキングにもご注目。いいですか、やりましょう。いきます。1 2 1 2 3。とここでナスディから YouTube をご覧の皆様に配信再開が遅れたお詫びも兼ねてこんな歌を。
は登山家じゃないか、そんなことできないんですよ。自分が努力の範囲にできる。エベレストは登れないけど手はかける。僕はできる精一杯。ちょっとデッサンだけスケッチしてないよ。そうですよね。四季を通して絵を描くってすごいですからね。山間民族たちの四季を通して描くというのが目標です。今回のできれば100枚、これだけは自分の意思でやります。最後まで印象に残った絵をデッサンし、空いた時間に色も塗るという。これ自分しかできないやつなんで。実はこの行動にはある理由があった。絵の方がなんか伝わる気がして。めちゃくちゃ早書きですけど、本日の1枚は来た、見た、描いたです。できた絵を現地スタッフに披露するのも毎日の恒例に。印象に残ったとこだけ書いていきます。絵でその空気感が出せればっていう感じですね。この日書いたのは客人をもてなすのに欠かせないものです。できました、バター茶でした。そんなに今日これを聞いてるかもなわね。本当だ。あと個展をやりたいから、ね、個展をやって絵を売るんですよ、うん、まあ、全部売れないと思いますけど、売れた金額を寄付したいなと思ってます。だから覚悟決めてきてるんで、そのお金が届けばなと思ってます。ナスディの無人島生活は衝撃の展開に。皆様チャンネル登録お願いいたします。